え、離婚病？そうだよ。離婚病というのは、今一人別の自分が現れて自分と違ったことをするので、昔からいろんな書物に怪談として記録されているが、精神科学専門の我が輩に言わせると学理上実際にあり得ることなんだ。しかしそいつを現実に目の前に見ると、何とも言えない不思議な気持ちがするだろう。私は慌てて今一度目をこすり直した。恐る恐る窓の外を見たが、青年は元のまま元の位置に突っ立っている。今度は少しばかり横顔を見せて、あれが僕、呉一郎と僕と、どっちが呉一郎？どうしても思い出さないと見えるね。まだ夢から覚めないのだね。え、夢？僕が夢？私は目をまん丸にして振り返った。得意そうに反り身になっている正木博士を見上げ見下ろした。そうだよ、君は今夢を見ているんだよ。夢の証拠には我が輩の目で見ると、あの解放治療場内にはさっきから人っ子一人いないんだよ。ただ枯れ葉をつけた桐の木が5、6本突っ立っている桐だ。解放治療場は昨日の大事変勃発以来厳重に封鎖されているんだからね。こうなんだ。意外？これは少し専門的な説明だがね、君の意識の中で現在目を覚まして活躍しているのは現実に対する感覚機能が大部分なんだ。すなわち現在の事実を見る、聞く、嗅ぐ、味わう、感ずる、そいつを考える、記憶するといったような作用だけで、過去に関する記憶をああだったこうだったと呼び返す部分はまだ夢を見うる程度にしか目を覚ましていないのだ。そこで君があの窓からあの場内の光景を覗くと、その一刹那に昨日まであそこにあんな風をして突っ立っていた君の記憶が夢の程度にまで蘇って、今見ている通りのはっきりした幻影となって君の意識に浮き出している。そうしてそこに突っ立っている君自身の現在の意識と重なり合って見えるのだ。つまり窓の外に立っている君は、君の記憶の中から夢となって現れてきた君自身の過去の客観的映像で、ガラス窓の中にいる君は現在の君の主観的意識なのだ。夢と現実とを一緒に見ているのだよ、君は今。私はもう一度しっかりと目をこすった。大きく瞬きを強いし、正木博士の妙な笑い顔を睨んだ。そんなら僕はやはり呉一郎。そうだよ、理論上から言っても実際上から見ても、君はどうしても呉一郎と名乗る青年でなくてはならなくなるんだよ。不思議に思うのは無理もないが仕方がない。それでその上に、君が君自身の過去の記憶を今見ているような夢の程度でない、はっきりした現実にまですっかり回復してしまったとなれば、残念ながらこの実験は若林の大勝利で我が輩の敗北だかどうだかはまだ結果を見ないとわからないがね。とにかく奇妙期待だろ、変妙不可思議だろ。しかしこれを学理的に説明すると何でもないことなんだよ。普通人でも頭が疲れている時とか神経衰弱にかかっている時などにはよくこんなことがあるんだよ。もっとも程度は浅いがね。真昼の往来を歩きながら
昨夜自分が女にチヤホヤされて大表にモテていた光景を目の前に思い浮かべてにやりにやりと笑ったり、寂しい通りをたどっていくうちに、この間電車に惹かれ損なった刹那の光景を現視してはっと立ち止まったりする。女はまた女で、古くなった嫁入り道具の鏡の中に自分の葉の夢姿を再現してぽーっとなったり、女学生時代の自分の思い出の尻影を覆うて、うっかり用もない学校の門の前まで来たり、まだいろいろとあるだろう。ちょうど夢の中で自分の未来の姿である葬式の光景を描いているのと同じ心理で、自分の過去に対する客観的の記憶が生んだ虚像と現在の主観的意識に映ずる実像とを2枚重ねて覗いているのだ。しかも君のはその夢を見ている部分の脳髄の昏睡が普通の睡眠よりもずっと程度が深いのだから、その解放治療場内の幻覚も今君が見ている通り極めてはっきりとしている。熟睡している時の夢と同様に現実と変わらないほどの、いやそれ以上の深い魅力を持って君に迫っているので、現実の意識との区別がなかなかつけにくいのだ。おまけに今も言う通り、君の頭の中で長い間昏睡状態に陥っている脳髄の機能のある一部分がごく最近のことに関する記憶から始めて、少しずつ少しずつ蘇らせながら見せている夢だと思われるから、ことによるとまだなかなか覚めないかもしれない。覚めるときはいずれ窓の外の君と現在そこにいる君とが互いにこれは自分だなと気がついてきたときに、はっと驚くか、または気絶するかして覚醒するだろうと思うが、しかしそのときにはこの部屋も我が輩も現在の君自身もいっぺんにどこかへ消え去って、とんでもないところでとんでもない姿の君自身を発見するかもしれない。実は今しがた君が失神しかけた時に、さてはもう覚醒するのかと思っていたわけだがねいつの間にかまた目を閉じていた私は、ただ正木博士の声ばかりを聞いていた。その言葉が含む二重三重の不可思議な意味に、後から後から混迷させられつつ、一生懸命に両足を踏みしめて立っていた。今にも目を開いたら何もかも消えてなくなりはしないかとビクビクしながら、口の中でそろそろと舌を動かしていた。その時であった。ほとんど無意識に頭を押さえていた私の右手が、やはり無意識のまま前額部の生え際のところまで撫で下ろしてくると、突然背骨に染み渡るほどの痛みを感じたのは、私は思わずあっと声を立てた。閉じていた目を一層強く閉じて歯を食いしめた。そうしてなおも念入りにそこを撫で回してみると、気のせいか少し膨らんでいるようであるが、しかし腫れ物ではないようである。確かに何かと強くぶつかるか、または打たれるかした後である。今の今までこんな痛みは感じなかったが、そうしてまた今朝から今までの間にそんなにひどく頭を打った覚えは一つもないのだが、